エナジーリワードっていうのが始まるみたいなんで、ちょっと情報をシェアしとこうかなと思うんですが、エナジーリワードが開催されると。で、エナジーリワードとは、開催期間中のエナジーの消費量に応じて報酬を受け取ることができるコンテンツ。エナジーは、まあ、いわゆるスタミナね。エナジーを消費するクエストなら、どこでもエナジー消費量がカウントされ、特定の消費量に到達すると、報酬を受け取ることができますと。で、まあ、まあ、スタミナ消費して、で、いろんな報酬もらえるって、もうそのままよね。っていうことよね。報酬は一定量のエナジーを消費するごとに受け取り可能ですが、カウントされるエナジー消費量の上限値は最初制限がかかっております。だけどなんか一気に初日で全部取り切ることはできないということでね、報酬を。ログイン日数に応じてエナジー消費量のカウント上限が上がっていきますので、ログインさえしていれば、後から一気にエナジーを消費してカウントを稼ぐことも可能です。ただし、カウント上限を超える量のエナジーを消費しても、カウントには入らないので、ご注意ください。まあ、これは当たり前よね。これ、カウントに入るんだったら、制限してる意味ないもんね。で、9月5日の12時から、9月13日の、朝の5時前か、までということですね。昼、9月5日昼の12時から、13日の朝の5時前。で、まあ、報酬一覧がいろいろ出てるけど、まあ、200消費して、クォーツ100、クレポ5万、初級バトルレコード50。まあ、まあ、初級だから、でもまあ、嬉しいよね。200なんか、普通にやってれば消費するよね。で、二日目400達成した時にクレポ5万と中級バトルレコードで記憶の鍵。400のところではクォーツはないんだね。で、600のところでクォーツ100。で、銅のフラグメント2。なんかちょっと、しょぼくなった。そんなことはない。800でクレポ5万の中級バトルレコード15、記憶の鍵さん。まあまあ、まあ正直どっちでもええかなっていうくらいよね。バトルレコードまあ嬉しいんかな。で、1000消費した時に5日目。星4のワールドメモリー記念写真がもらえると。星4ってあれよね、 SSR くらいの感じよね、ワールドメモリーで言うなら、期間中6日目1200エナジーでクォーツ100、クレポ5万、銅のフラグメント。7日で1400エナジー消費すると上級バトルレコード10と記憶の鍵。なるほど。何日間ある5日、5、6、7、8、9、10、11、12、13だから9日丸々はないけど、そんくらいそんくらい、達成報酬をホーム画面右上のアイコンをタップしてお受け取りください。達成報酬を受け取らず期間が終了した場合はプレゼントボックスに送られます。あ、もうそれは親切だね。クエストをリタイアした際にエナジーが消費される場合がありますが、こちらはエナジーリワードの消費エナジーにはカウントされません。クエストをリタイアした際に、ああ、そういうことね。あ、それ関係ないんだ。で、クリアしないとダメってことか。エナジー消費量カウント上限解放タイミングは毎日朝5時っていうことらしい。まあ、普段から普通にね、スタミナ消費して遊んでる人にとっては、単純にプラスアルファの要素が期間限定で、まあ、もらえるってことなんでいいわな。これもそれに関連してかな。エナジー回復パック。これも5日の、朝5時から9月13日朝5時まで販売するらしい。期間中1日1回購入可能なので、よりたくさんのクエストに挑戦して報酬を獲得したい方におすすめ。まあ、いくらかによるよね。まあ俺は多分買わないけど。まあ、無課金でやりたい人は、スタミナを滞らせることなく使えってことやな。で、まあ忙しい人とか、ちょっと楽したいなっていう人とか、まああと単純にイベント関係なく、何?キャラクター育成したいなっていう人は、これを買うのもありだね。っていう感じかな。で、あのイベントがもう始まんのかな?あれいつからだったっけ?
え、ボーナス予告、あ、これも9月5日からなんだ。バトルアリーナドロップ量2倍で、これ10日からはノーマルクエストのドロップ量2倍あれ、あのチームのあれどこ行った？アップデートのお知らせ、あれチームハントの情報がなくなったなチームハントの情報なくなった？もっと前、あ、もっと前だったもっと前だった。これいつからだっけ？チームハントが、これいつからっていうのがまだ出てないのか。で、チームに入ろうキャンペーンが9月2日から。あ、もう入、もう始まってんだ。あ、始まってるか。これやってるね。そう、あのチームどこ入ろうかなって迷ってる人はチームハントがもうちょっとで来るんで、でなんか見知らぬところに急に飛び込むのってちょっと緊張するじゃん。なんか変に思われたら嫌だなみたいな。でじゃっけん、まあうちのとこ枠空いてますんで、まだ直樹チーム、まあ、チーム ID 見ての通り、チーム ID で検索かけれるのかな。現在41人、これだいぶ絞った、だいぶ絞り続けて40人くらいのところで止めてる。ログイン5日してない人とかも切っていきたいと思ってるけどまああんまりこう一気に切ってもね、あれだから1日に何回かに分けて切っていってるかな。でもだいぶこの何最終ログインが、まあ、3日とか2日とか1日とか数時間とか、数時間の人の割合増えてきたね。めっちゃ増えとるわ、数時間の人の割合。まあ、この辺結構きっちり、管理してはいってるんで、うん、まあ、あの、強いとか弱いとかは、とりあえず今のうち関係なくやってる。普通にログインして、何？アイテム納品する人はしっかり残していきたいなとは思ってる。うん。アイテム納品みんながやれば、チーム全体でメリットがあるからね。そこはまあ大事かなと。思う。全キャラ戦力で言うと、アリスさんっていう方が俺よりも強く、あとはまあそんなにじゃん。そう。だから別に強くても弱くても正直どっちでもいいよ。あまり関係ないかね、今のところ。チームハントとか始まっていったらまあどうなるんかわかんないけど、なんかね、ガチで目指すんだったら、ちょっと始まってみないとわからないけど。で、今、この、さっきもらったクレポ貯金箱。これは6時間くらいに1回、もらえるクレポと、この、エナジー。そう、だからエナジーのイベントに参加する場合でも、このチーム内でエナジーもらえるから、参加するとお得なんですね。で、現在が、クレポが6時間に1回7万2000。結構もらえるね。で、エナジーが6時間、あ、違う、7万2000じゃないわ。クレポが6時間で1万8000。で、エナジーが6時間で25もらえるということだね。ということは、1日、4倍だから、1日でチーム入ってるかどうかでエナジーが100違うってことだね。で、クレポも、まあ、4倍した数違うよと。7万2000かな。7万2000違うよということですね。で、しっかりこのアイテム納品、していくことによって、貢献ポイントみたいなのが貯まって、でその貢献ポイントを使って、自分のキャラクターのステータスをこうやって上げることができる。必要個人貢献ポイントがあるじゃん。で、所持個人貢献ポイントがあって、でこれ使うとレベルが上がっていくと。で、レベルが上がっていったら、例えば、火属性、特殊攻撃力プラス 2% とか、その、属性単位で、自分の持ちキャラのステータスを強くすることができる。で、タイプ別、これまた別件で、強くすることができるんで、で、この辺使うと、チームに、これチームから抜けたらどうなるんだろうね。ちょっと自分で管理してるから自分が抜けるってことがないから、抜けた場合どうなるかわかんないけど、これはなんか書いてあるのかな。まあここにあれがあるわ。あんで、あとあれもあるか、チームメダルもあるか。そうだな、
チームメタルっていうのもあるから、チームメタルは取引所で、このチームのところで、うん、こう交換しとるな。この上の緑色の380って書いてあるやつ。あれが、これが溜まっていくんで、だからチーム入ってる人と入ってない人とでは、ここでもまたちょっと差がついてくるのかな。そう、そんな感じ。で、まあ、もうちょっとで始まるそのエナジーのイベントのことを考えても、その先に始まる、チームハントのことを考えても、まあ、チーム入っておくとお得かなと思いますね。で、俺ちょっとアクティブな人だけで集まりたいなと思うからさ、なんかガンガンアリスフィクションも毎日やってるよっていう人は、ちょっとこれ入ってくれるとありがたいかな。まあ俺だけじゃなくって、そのチームに入ってる人みんなにとってメリットになるからさ、そう、いや動いてない人残してもしょうがないから本当に、と思ってます。そんな感じですね。また何か情報が出れば、お伝えしようかなと思います。で、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。終わります。ありがとう。